どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回はですね、セレクションプロジェクトの12話の感想ですね。こちら、語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは一つ目ですね、迫る配信ライブというところで、 キューティーのデビューをかけた配信ライブが、まあ、こう、迫ってきていたわけなんですが、まあ、こう、なんていうか、みんながですね、気合を入れながらも、すごい、こう、楽しそうに、こう、話したりしているっていうところが、まあ、見ていて、微笑ましかったところではありますね。また、青とのどかがですね、待ちきれずに会場の下見に行こうっていう風にね、 話していたりするところがあったんですが、まあ、すごい、こう、特に微笑ましかったな、っていうところがあって、まあ、こう、まあそんな二人がね、まあ、こう、下見に行こうとするわけなんですが、まあのどかがね、こう、下見に行く前に、まあもう一つお菓子を食べようとしてるっていうところですよね。なんかそういうところで、くすっと笑ってしまったな、というところではありましたね。 あこう他にもアイドルを目指さなければキューティーのみんなと出会うこともなかったっていう話をしていたりもしたんですがまあこうそれを思うとなんていうかこう感慨深い気分になってしまうところではありましたねまとはいえこうすごい楽しそうな感じもあるしあこういよいよこの時が来たかっていう感じの雰囲気の中でですねつづねが こう、部屋で倒れていて、救急車で運ばれることになるっていうところですよね。これに関しては、ああ、マジかこのタイミングできたかっていうところで、さすがにびっくりしたところではありますね。そういうところで、まず一つ目の感想である、迫る配信ライブというところ、終わっておきます。でですね、次。 二つ目の感想に入っていくんですが、女将との話というところで、すずねの病室ではですね、レナが女将と話をしていたわけなんですが、まあ、ここで女将がですね、社長だったんだっていうことがね、明かされるっていうふうには思わなかったですね。あとはいえ、全員が失格になった後で、まあ、スミパンダがですね、 社長に報告に行って行ったりするときにですね、こう、まあ、見た目と声でですね、まあ、もしかすると女将なんじゃないかなっていう推測はね、できていたりしたんで、まあ、こう、そこまで驚くことはなかったなという感じではありましたね。まあ、でもね、結構これに関しては、まあ、こう、キューティーのメンバーはびっくりするんじゃないかなっていうふうには思いましたね。 まあそんな社長自らがですね、女将をするっていうことに決めたのは、まあ自分自身がプロデュースした明かりが、まあ、こう自己死してしまったっていうことがきっかけになっていたりするっていうところですね。まあそこで社長の人生も大きく変わってしまったんだなっていう感じでしたね。<laughs> そう。まあこう、ここでも明かりが影響してるんだっていうところがね、すごく まあこう感じるところではありましたね。まあ、でも、アイドルをそばで見守りたいっていう思いからですね、女将をすることに決めたっていうところで、まあ、それを何年も続けているっていうところが、まあ、すごいなぁと思ったところではありますね。まあ、そういうところで、二つ目の感想である、女将との話というところ、終わっておきます。 でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、アラームは鳴っているというところで、ライブが進んでいく中で、キューティーのみんなやスミパンダたちがですね、MC をしたりして、時間を稼いでくれていたりするっていうところがあったわけなんですが、やっぱりね、そういうみんなの気遣いというかね、 頑張ってててて繋ごうってしるてるのが泣けてくるところではありましたねまたスプラソーダの方はですねのどかが、まあ、こう好きな食べ物の話を振ったっていうことで、まあ、こうなんとか時間稼ぎができていた感じではあったんですが、まあ、こうギャップス・キャップスはですねさすがにきつそうだっていうところが、まあ、トークを見ていて 感じ取れたところではありましたね。まあ、それと、スミパンダがですね、まあ、こう、今までの映像とかを編集して、まあ、こう、みんながね、集まってすぐの、まあ、お互いがライバルだった頃から、まあ、こう、徐々に徐々に仲間になっていったんだっていう話を挟むことで、まあ、すごい、こう、時間稼ぎをしていたわけなんですが、なんかね、そういうところでありがたい感じではありましたね。 <laughs> そう。まあ、スミーパウンダーとしてもね、こう、鈴音とレナのね、二人に歌わせたいっていう思いがあるのがね、すごく感じられたところではありましたね。まあ、他にもレナがですね、鈴音にアラーム鳴ってるよっていうところですよね。なんかそういうところは、やっぱりうるっときたところではありますね。まあ、そういうところで、三つ目の感想である、 アラームは鳴っているというところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回はですね、キューティーのデビューをかけた配信ライブが行われていたわけなんですが、スミパンダやキューティーのみんながですね、時間稼ぎをしてくれるっていうところはですね、やっぱり泣けてくるところではありましたね。 また、前回のラストで、まあ、スズねがよろけていたりしたわけなんですが、まあ、それもね、今回で倒れることの伏線だったのかっていうふうに思うと、まあ、なるほどなっていう感じでしたね。まあ、にしても、スズねもね、だいぶこうみんなから呼びかけられていたわけなんですが、まあ、それでも目覚める気配がないっていうところで、まあ、果たして目覚めて次回でライブをすることができるのか、 やっぱりね気になって仕方がないところではありますね、まあ、とりあえず次回での、まあ、こうスズ,スズレナのこうステージが見れるっていうことをですね楽しみにしていたいなと思っているところではありますね、まあ、そういうところで今回のセレクションプロジェクトの12話の感想ですねこちら終わっておきます でですね今までにも1話から11話の感想はですねそれぞれ過去の放送で語ってますんでよかったら過去の放送も合わせて聞いてみてくださいという話と今日は他にも2本更新しておりまして「最果てのパラディン」の第10話の感想と「異世界食堂2期」の12話の感想ですねこの2本更新してますんで よかったら、こっちの日本も合わせて聞いてみてくださいという話と、明日はですね、3本更新するんですが、先輩がうざい後輩の話の第11話の感想と、無職転生の23話の感想、そしてですね、大の大冒険の第63話の感想ですね、この3本、1,2,3と更新しますんで、 よかったら明日もラジオの方聞きに来てください。というわけで本日2本目のラジオの方終わっておきます。以上、沼さんでした。それじゃあまたね。バイバイ。